どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、多分皆さん絶対気になることだと思うんですけど、今日はストレートアイロンとコテ使っている方いらっしゃると思うんですけど、実際、じゃあデジタルパーマとか、あとパーマ、あと縮毛矯正、どっちが痛むのっていうことについて、紹介していきたいと思います。はい、ということで、まずコテとかストレートアイロンの方が、いいよっていう方に向けての、お話をしていきたいと思います。で、まずコテとかストレートアイロンがいいっていう方は、毎日だいたいこうヘアスタイル変えたりとか、例えばストレートヘアがいいっていう時もあるし、ウェーブがいいっていう時もあるし、カールヘアがいいっていう時があると思うんですけど、そういう方はコテとかストレートアイロンを使う方がいいかなと思います。パーマとか縮毛矯正やっちゃうともうそれしかできなくなっちゃうので。で、あとは髪質にもよると思うんですけど、例えばじゃあパーマがかかりづらいで、髪の毛が柔らかい方でかかりづらいという方もいらっしゃると思うので、そういう方はパーマとかやっちゃうと本当にダメージが出るだけになってしまうので、あまりおすすめしないかな。で、あとはすごくダメージが出てる方でパーマとか縮毛矯正できないというふうに言われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方は、やめといた方がいいかな。コテとかアイロンでやる方がいいかなと。で、あとはパーマとか縮毛矯正がかかりすぎちゃう方、結構ね、思ってたよりもバッとかかったりとか、思ってたよりもピンピン伸びすぎちゃうっていう方には、ストレートアイロンとかコテで毎日スタイリングする方がいいかなと思います。で、逆にパーマとか縮毛矯正の方がいいっていう方は、基本的になんですけど、朝だったりとかが苦手な方、朝スタイリングする時間がないっていう方はパーマとか、縮毛矯正かかってる方が楽です。正直パパッとスタイリングして出かけれるので楽かなと思います。あと早く取れやすい方、例えばですけど、まあ、季節によってとかもうそうなんですけど、まあ、巻いて例えば駅に行ったりとかした時にもう駅着いた時にもう取れちゃう方っていうのは、パーマとか縮毛矯正の方がそんなに崩れたりもしないかなと思うので、そういう風に取れちゃう方はパーマとか縮毛矯正にやられる方がいいかなと思います。で、あとは苦手な方ですね。もう巻くのが苦手とか、ストレートアイロン入れるのが苦手っていう方は、パーマとか縮毛矯正かけてる方が楽ちんだと思います。で、じゃあどっちがダメージいくかって多分皆さん気になるかなと思うんですけど、まあ本当に個人的な見解なんですけど、結論から言うと、縮毛矯正デジタルパーマかけてる方の方がダメージいくかなと。これなんでかっていうと、基本的に、まあ、縮毛矯正とかデジタルパーマ、まあ、パーマとかかけてる場合っていうのは、美容室の中でも一番強めの薬剤使ってて、でそれをつけることによってすごくダメージが出ます。で、それはそれで1回だけガッとダメージが出て、でその後ヘアケアすればいいんじゃないかなって思ったりもするんですけど、1回ダメージいっちゃうと基本的にはもう戻りづらいです。本当にヘアケア一生懸命やったら、確かに髪の毛の質感だったりとか潤いとかは結構綺麗に出てくるんですけど、ただなんですけど、パーマが取れてきた時とか根元が伸びてきてちょっとうねってきたりする時って、絶対その時にやるのがコテだったりとかアイロン絶対使うんですよね。あの根元がこう癖が出てきたところだけこう伸ばしたりとかやってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、多分毛先の部分とかが乾燥してきたりとかして広がったりとかして、これ縮毛矯正の時ですけど、多分ここも一緒に通しちゃうんですよね。ダメージが出てるところにもう一度やっぱりこう広がってきたから、またちょっとそれであるので抑えようと思ってやっちゃうから、結構ダメージが出ます。で、パーマとかもそうで、ちょっと慣れてきたらまたコテで巻いてみようとか、次のパーマでコテで巻いてみようってなった時に、結構アイロンで熱で加えちゃってカールを出しちゃうと思うんで、そうなるとやっぱりダメージもまた進行していきます。で、逆にストレートアイロンとかコテを使っている方っていうのは、やっぱり一番最初からずっと使っていくんですけど、最初はダメージが少ないですけど、どん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 使っていくことによってダメージが進行していきます。なんですけど、縮毛矯正だったりとかパーマのパーマ液がついてない分、最初のダメージっていうのはちょっと低いんですよね、この縮毛矯正とかパーマに比べたら。なので、まあ、使い続けていったらダメージは出てくるんですけど、まあ、やらない日もあると思うし、こうアイロンとか入れない日もあると思うし、ずっとねやり続けてたらもちろんダメージ出てくるんですけど、最終的に見た時には多分パーマ縮毛矯正やってる方がダメージが絶対出てくると思います。なので、僕個人的になんですけど、
迷ってる方はとりあえずコテだったりとかストレートアイロンでスタイリングした方がいいかな。スタイリングする時の、まあ、注意点とかもあるので、またそこら辺は別途また動画でちょっと作らせていただくんですけど、基本的にはもう髪の毛に栄養分をふんだんに入れた状態でアイロンだったりとかコテを、使ってあげるといいかなと思うので、それで多分だいぶダメージも抑えれると思います。ただ、まあ、季節によってなんですけど、梅雨の時期、今の梅雨の時期とか夏の時期っていうのはストレートアイロン入れたりとか、あとコテで巻いても多分すぐ崩れちゃうじゃないですか。すぐにもうカールが取れたりとか、すぐにうねってきたりとかされると思うので、本当にこの時期は本当にスタイリング結構大変やなとか、全然持たないなっていう時は、基本的にもう今の時期は宿毛矯正とかパーマって僕は結構やった方がいいかなと思ってて、この時期だけで。宿毛矯正とかもまあ1年に1回やられる方もいらっしゃるんで、まあその時にこうやって、で夏終わって秋冬ぐらいの時はもう何もしない、逆にもうヘアケア一生懸命やって整えてあげるといいかなと思います。本当にひどい人はですよ、もう根元がすごくもううねってきて、あとパーマすぐ、カールが取れちゃうって方は、まあ、パーマかけたりとか宿毛矯正やった方がいいかなと思うので、まあ今の時期はおすすめです。なんですけど迷ってる場合はとりあえず、コテだったりとかストレートアイロンで、やってる方がいいかな。でもそれでも取れちゃうとか、もうすぐスタイリング崩れちゃうっていう方は、宿毛矯正とか、パーマをやる方がいいかなと思います。まあ結果から言うと宿毛矯正パーマの方が個人的には痛むと思います。でコテとかアイロンを使ってる方がまだ痛まないと僕は思いますので、本当にそういうヘアスタイルをしたいっていう方は、ストレートに本当にしたいとか、パーマヘアで楽したいという時はもちろんねパーマ宿毛矯正やった方がいいかなと思うんですけど、それ以外の方はもうダメージを気にされてるんだったらもうコテとかアイロンを使って、スタイリングする方がいいかなと思います。で今もコテだったりとかねアイロンも結構髪の毛に優しい、ものも結構出てるので、また概要欄にちょっと書いておきますね。こういう髪質にはこれがいいですよっていうのを書いておくので、まあそっちを使ってあげて、で、どうしても、もう朝楽したいとか、コテを巻くのが苦手とか、まあそういう方は、パーマとか宿毛矯正やった方がいいかなと思いますので、ちょっと悩んでた方、よかったら、参考にしてみてください。ダメージは、宿毛矯正、パーマの方が多分出ます。それはなぜかというと長期的に見ると、絶対にアイロンとか、コテ絶対使うと思うので、個人的にはね、ので多分、ダメージは出てくると思うので、それだけちょっと覚えておいてください。であと基本的に、まあ、ヘアケアね、梅雨の時期とか夏の時期ベタついたりもするかなと思うんですよ、例えばオイルつけたりとか、いろんなトリートメントつけてベタついたりとかされる方も多いかなと思うんですけど、でも基本的には髪の毛って、まあ、お肌と一緒で結構何もしなかったら乾燥していく、ダメージが、進行していると、乾燥していくので、パーマとか宿毛矯正やってても乾燥していくし、でコテとかアイロンを使ってても乾燥していくので、本当に髪質によって、スタイリング剤もそうですしトリートメント剤をしっかりと選んで、使っていく方がこの時期とかでも広がりを抑えたりとかパサつきを抑えたりとか青毛を抑えたりもしてくれるかなと思いますので、しっかりと保湿をやってください。で基本的に髪の毛軟毛とか、柔らかい髪の毛はオイルとかベタついてしまう可能性があるので、どちらかといったらミルクタイプの、ヘアケアのアウトバストのトリートメントとかで保湿してあげる。で普通の髪質の方とかは基本的に、まあミルクでも、オイルでもどちらでも大丈夫だと思います。ただベタつきが気になるという方はミルクタイプのトリートメントを使ってあげると、ベタつきは抑えれていいかなと思います。であとは髪の毛がちょっとね太めの方だったりとか、ちょっと剛毛って言われる固めの髪質の方はオイルとかを使って抑えてあげるといいかなと思います。で逆にベタついてくるという方とかいらっしゃると思うんですよ。毛先じゃなくて根元がベタついてくるという方はオイルとかが原因じゃなくて、基本的にシャンプーが多分原因かなと思うので、シャンプーも多分、そういう方っていうのはどちらかというと結構洗浄力が強めのシャンプーを使っている方も多いかなと思うので、洗浄力優しめのシャンプー
逆に、アミノ酸系のシャンプーとかを使ってあげると、最初はベタつき取れないんですけど、どん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 そのシャンプーに頭皮が合ってくると思うので、そういうシャンプーを使ってあげて、で逆に結構洗浄力強めのやつだと油とか全部落としちゃうん でそうすると頭皮ってどうなるかって言ったら、ちょっとまずいと思って油めちゃくちゃ出しちゃうんですよ。でそれがベタつきの原因になったりとかするので、あんまり油を取りすぎない、で必要な分だけ残しておいて流す。で最初は多分ベタつくと思うんですけど、多分それを続けていくことによって結構頭皮って正常の状態に戻ってくると思うので、アミノ酸系のシャンプーを使ってあげるといいかなと思います。でそれでもベタつき取れないって、ね、なってる方は一回病院行った方がいいです。病院行ってこうなってるんだけどってなったら、もしかしたら、菌が、ね、増殖してる可能性もあるので、薬用のシャンプーとか使った方がいい可能性もあるので、まあ、そういうのを使ってあげると、良くなってくるかなと思います。ただそれは髪の毛にいいか悪いかって言ったらあんまり良くないと思います。殺菌作用があるやつなので、なので、そういうのを使って、で、ある程度頭皮環境が良くなってきたら、また通常のシャンプー、髪の毛に優しいシャンプーに変えてあげるといいかなと。まあちょっとね、ちょっと話をそれましたけど、まあ縮毛矯正とはパーマ、あとはまあコテと、ストレートアイロンはどっちが痛むのとか、どっちがいいのっていうことについて、今日は紹介させてもらいました。また気になることだったりとかコメントいただければ、あと動画に、させていただきます。いろいろまた答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でまた今度ライブ配信もちょっと予定してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さんさようなら。